はい、ダンサーナイト、私の、ドライブ動画ファンの皆様、こんにちは。今回はですね、石川県、能美市のですね、白山市の近くですね、道の駅、白山を訓読みした白山さんというところから、何キロぐらいでしょうかね、50キロぐらいかな、もっと少ないかな、30キロぐらい、国道157号線の、まだ険しくないとこですね、街中の部分。これを南下して、そして道の駅瀬名、瀬戸の瀬ですね。瀬戸は、日暮れて、夕波、かな 夕焼け 瀬戸の瀬に女と書いて、瀬名と読む道の駅瀬名までのドライブをお楽しみください。9時52分、10月9日月曜日、白鳥の道の駅白鳥から勝山の方に向かいます。雨です。はい、皆様こんにちは。今回はですね、本巣郡の方から帰ろうと思うので、今白山市ですね、白山の道の駅のとこですね。そこから、157号線をね通って、とりあえずどこかな、荒山の里あたりの道の駅かな、そこを目指してまいりますが、本当はここは移す予定はなかったんですけれどもね、非常に霧がかかっていてですね、こういう風に雨の日はね、風情があってとてもいいです。なので、せっかくですからね、撮影します。まあ普通のね、ドライブ動画ですけども、涼しいですね。気温はね、20度ぐらいじゃないかな。40キロ、違う、50キロ制限の道だけどね、みんなね、60キロぐらいでね、もう飛ばしちゃうんだよね。勝山の方に向かっていますね。朝も来た道ですね。7号線、九頭竜の方へ曲がると、まあ岐阜の方に行くんですけれども、九頭竜のところで、ところあたりを曲がらずに、まっすぐ行くと岐阜の本巣郡の方に行くので、そちらの方にね、今日は初めてなんですけどもね、今回この帰り道としては行きたいと思っております。セイモアスキー場とかあるんですね。山とかね、白峰、片側交互通行ですね。信号機はないんだけど、停止線があってね、ガードマンじゃないけども案内者がね立っておりますね。はい、こちらの方がね、案内者がいるので待たずに済みますね。なぜなら自動車が来なくなったらね、すぐ通してくれますからね。信号機は機械ですから、2分間隔とか3分間隔で決められていますので、自動車が来ても来なくてもその時間止まってねいないとダメですもんね。あ、そばソフトいいな、食べたいな。今日やってないのかな。ちょっとね、曇っちゃうね、窓がね。
はい、曇り取りをしました。57号線ですからね、南下しております。南の方にね、右手の方はね、あんまり皆様映らないと思うんだけど、まあでもあの遠い先のも一緒ですけども、山が見えて霧がかかっていますね。何せね、なんか霧の里って書いてあるけど、これはまた違う意味の霧の里だと思うんですけれども、霧がかかっていますね。雨の日は風情があっていいです。まあ人それぞれだけどね、雨の日は嫌だという人もたくさんいらっしゃると思うんですが、私は大好きですね、雨の風情は。まず九頭竜湖の方に曲がるとこはね、なんといったかな、そこの辺りまで行くのにかなり時間かかりますね。バードハミング鳥越、バードハミングということは鳥がこうチュンチュンと鳴くような、ハミングするような、まあ情景があるということですね。鳥越というのが地名でしょう。サンビレッジから満天星というのもありましたね。あ、カフェやってるかな。やってたらコーヒー飲みたいんだけど、なんかやっていそうもないな。暗いもんね。ここら辺はね、あの能登半島と違って喫茶店探せばありますよね。白山六パークかな。吉岡園地というところですね。窓を開けると涼しいですね。吉岡というところですね、地名が。石川県白山市です。あれ、野菜のなんかあったからちょっと寄っていこうかな、せっかくだから。無人販売だったけどね、ちょっと止めたいな。止まるとこねえな。 U ターンしたいけど、 U ターン危ないけどね。ちょっとこれ止まってあれしよう。これ U ターンしにくいもんな。もうちょっと行ったところしようかな。でもね、こういうね、私あのあれだね、あれに目がないからね。ブーブーブーンブーブーブーンブーブーブーンブーン。ビュンビュン車が来るわけじゃないけどね。もうだってね、こんなとこあなた通っても、あのそんなまたね1週間後に通るとかないじゃないですか。だからね、何か見たいものあった時もね、パッと決断、ここだったかな。だいぶ通り過ぎちゃったもんね。これだ、無人販売100円から税込み。わあ、ちょっと買っていこうかな。柿ガールやった、柿ガールやった。小銭があるかな、ね、お金ちゃんとね入れないとあれだからね。小銭あるな、なんとかいいな。
なければね、1000円使っちゃえばいいもんね。はい、車行くね。降りれない。はい、後ろ OK、 前 OK。 甘柿小さいやつだけど柿がありました。200円しかなかったのでね、本当はみょうがも買いたかったんだけど。いいですね、無人販売楽しいですね。朝もね、こんな狭い道通ったんだね。こっからちょっとね、山道だね、勝山、白峰、セイモアスキー場。パパパパン、あら、まあ大判焼き、これこれこれ、すごい昔ジーンズ買ったとこだこれ。そのジーンズをね持ってきたんですよ。昨日履いてたやつ、白いやつね。20何年前に来てね、どこか場所が分かんなかったんだけどね、ここだったんだね、この道を通ったんだね。だから157は昔だって通ってるからね、あの大野市から行く方だからね、福井からを通って、あの能登半島行くときにね。まあ皆様がね、高速道路で単純に行くにはもちろん東海北陸自動車道だね。だけどね、東海北陸自動車道は昨日の早朝っていうか出発した時にね、ちょうどなんか重大事故があって通行止めになったんだわね。ちょうどもし私があの東海北陸自動車道を使って行っていたら、ちょうどその頃の時間通行止めになって通れなかったみたい。だからね、あそこあの単線っていうかね、一車線区間も多いから危ないんだよね。だけれどもまあ昼だったら大丈夫でしょ、そんなにみんな飛ばさない。わかんないね、高速道路は100キロぐらいでみんな飛ばすからね。だけどまあ簡単に言えば東海北陸自動車道で能登半島ほとんど一直線だから、まあ4時間ぐらい、5時間見とけば全然大丈夫。あ、手取り渓谷、あ、コープ、あーコープ手取りいいな、寄りたい。もう一つぐらい待とうかな。あ、工芸の里ね。朝早いとね、結局やってないからさ、昼いいんだよね、こうやって営業してるから。あー、なんか食べたかったな。まだ10時だからね、今日早いからね。黒百合荘、後ろの車をね走りたそうにしてるのと、
カメラの位置直したいからね、ちょっと曇っちゃうから。カメラがね、やや不安定なのよね。まあしょうがないか。とりあえずこれで頑張ろう。タララララ、あれ、あんなとこ、あんなとこにカフェって書いてある。あんなとこにカフェって書いてあると行きたくなっちゃうけど、どうしようかな。あれ、カフェって書いてある。これは行きたいな。まあやめとこうかな。やめ、行きたいけどやめ、道がないもん。だって今行ってもあれだもんね、1時間ぐらい、今ね10時だけども、うん、1時間ぐらい本読みたいけどな。遅くなっちゃうもんね。それよりも新しい道、ここはまだ新しくないけど、あの何べんも言うけど、九頭竜湖の方に曲がらないで帰る新しい道、荒山、うん、あ、荒山の里、荒山の、何言ってんだか、道の駅荒山の里にもちょっと寄ってみたいけどね。新しい綺麗なとこだから高いだろうな、そういうとこはな。今のね、喫茶店の方が魅力的だけどね。カメラが中期みたいに揺れるな。撮影しようと思うとね、もう YouTube の撮影なんかしようと思う日にゃ、もうカメラね、3台ぐらい、ビデオカメラ3台ぐらい持ってきて、でなおスマホ、今スマホはすごい解像度綺麗っていうか、大きい綺麗でね、映像綺麗だから、スマホだけでもいいんだけど、スマホだけだとね、あの容量っていうか、あれは足りない。手取渓谷、不老の滝、ああ手取渓谷も行って歩きたい。結局ね、のんびり旅行に来るって言ったって、能登半島遠いとこバーっと行ってさ、おいでバーっと帰ってくるだけだもんね。もうちょっと近場にして、こうやってあの歩きたいところをさ、適当にもっと選んでね。でも仮にだよ、手取り渓谷とか歩きに行ったとするじゃん。のんびりやってればそのまま2時間ぐらい経っちゃうから、今10時として2時間でお昼でしょう。でまあドライブして帰って、でまた3時間ぐらいドライブして、ドライブっていうか家に近づいて、でまたあここいいなってとこ、またそこで遊んだらさ、2時間ぐらいすぐ経っちゃうから、で結局もうそれで夕方5時とかなって、もう身動き真っ暗になって撮れないもんね。だから結局ね、やっぱり子供の頃の方があれかな、バスとか乗り継いでそんなに遠いとこ行かないからさ、子供の時の方とかがのんびりブラブラ、あの無計画にできるんだよね。大人になったら無計画にできないもの。結局夜の10時ぐらいには名古屋に帰るっていうことになってるから、今あれだもんね、ここで、あ、ここいいな、歩きたいなと思っても、で歩いてたらもうそれだけで2時間ぐらいオーバーしちゃうからさ、下手すりゃ4時間ぐらい同じとこでブラブラしたり何か見たりしてたらもうきりないもんね。そしたらとても夜中の10時に帰れないもんね。本当にもう10日ぐらいね休み取っておかないとあれだもんね。本当に自由気ままな旅に出るんだったらさ、もう10日ぐらい、ね、だから私コロナにかかった時10日間ぐらい何もしないでね、だって自宅謹慎っていう回だからぼーっとしてたんだけど、そんな時旅行行けないもんね、コロナだから。杉の湖温泉だって新しい温泉で綺麗みたい。もう昨日風呂入ってるから別に温泉入らなくてもいいよね。昼間から温泉入りたいといえば入りたいけど、ビールでも飲んでさ入りたいけど、そんな運転できない。あー喉渇いた。コーラ、梅干しが辛かったからね、民宿のあのご飯の。
コーラ飲みたいな、コーラ久しぶりに。コーラなんて飲まないもんね。ちょっと自販機があったらコーラ買おう。アイスコーヒーもいいけどコーラ欲しいわ。コーラ、コアラじゃないわよ、コーラ、コーラ。カメラがね、あんたちょっとお辞儀してるからさ、映りにくいかもしれんけど、ごめんなさいね、あらかじめもう謝っておくわね。米屋薬局とか、なんかこうあれだね、温泉のあれがあるね、公民館とか。ちょっと田舎よね、ここら辺ね。手取り渓谷、キナメリ、木が滑ると書いてね、木なめりって読むのよ。あ、瀬名川キャンプ場いいね。こういうとこもね、本当にのんびり歩きたいわ。また今度来ようよ。秋さ、カラオケがあったけど、もうやってなかった、潰れてるみたい。だから能登まで行っちゃダメよね、こういうとこでブラブラしたいなら。なんか移動販売があった今。あら、この人移動販売買ってたみたい。今日は休日だもんね、月曜日だけども。え、敬老の日だっけ今日。ねえ、体育の日か。だからさ、あ、敬老の日は9月だもんね。だからさ、のんびりしてんのよね、村里とかだからさ。あー手取り、あーあーあーばっか言ってるけど、あー今泊まればよかった。あー、まあネットで見れば見れるもんね。でも忘れちゃうからさ、今ここで写真撮っておけば、この写真見るけど、撮っておかなければさ、また調べやいいわなんて言ったって、また調べるという気持ちが起きるとき来ないもん。あ、自販機もあった。こっち側にあったら今度コーラ買おう。喉乾いちゃった。飲みたい飲みたい。なめこだって。あら、ジビエ丼ぶり、すごいやね。ジビエ丼ぶりだって。これかな、なめこ直売レストラン。うわ、白山を食べる。うわ、行きたいけどね。とりあえずはコーラよね、コーラ。あら、おばちゃんなんかやってる。これおじちゃんかな、何やってるのかな。電気ついてた。さっきトンネルでね、電気つけたからね、電気ついちゃったままになっちゃう。切るの忘れちゃう。カメラのね、位置調整。はい、後ろ OK、前 OK。 後ろすぐ来るからね、危ないからね、じっと見つめてないとね。ごめんね、カメラが変な、だんだん下向いてくるのよ。謙虚なカメラだもんだからさ、上向きなさいって言うんだけどね、なんとなく気が小さくなって下向いちゃうのよね。ちょっと街中になったじゃない。
あ、道の駅瀬名っていうのがあるから、ここちょっと寄ってみようかな。ねえ、何は何でも。ねえ、何がなくとも休憩するのはいいことだもんね。ガソリンはね、いっぱいあるからいいのよ、ガソリンスタンド。ねえ、旅先だとね、なんかガソリンスタンドがあんた頼もしく思えない？だって深夜出発するとさ、やってない時があってね、一回もね、あと10キロ走れるかしらみたいな、もう真夜中よ、真夜中3時ぐらいね、2時か3時に。でしかも山のあたりだからさ、そんなすぐあるわけないじゃない。名古屋市だったらね、徹夜のガソリン、徹夜徹夜っていうのかしらね、徹夜営業、終夜営業だよね、深夜営業とも言うね、深夜営業のガソリンスタンドあるけどね、あそことか、金山橋のあそことか、国道1号線のあそことかあれだけど、そんなあんた飛騨高山の方で深夜営業のガソリンスタンドになんて日頃通らないし分かんないじゃない。だからね、と思うんだけど、なんかね、奇跡にあってね、神様私を守ってるのねと思ったけどね。でも神様はね、私の大事な恋人はね、殺しちゃうんだよね。そこだけチクッとね、神様ちょっとチクッとかないとね。はい、ちょっと休憩ね。はい、皆様ご視聴誠にありがとうございました。今回のもね、また次回ぐらいにね、どこを走ったか地図もね、詳しく紹介しようと思います。それから思わせぶりにですね、国道ひどい道157号線落ちたら死ぬ部分と言ってますけど、これはまだね、全然その恐ろしくない街中の部分ですからね、この九頭竜湖とに分かれ道ですね、この辺りを南下するところから怖くなりますので、お楽しみにね、お待ちください。